どんな種類のことでもね、7つの種類、7つの系統のことがあると思うね。じゃあそのうち1つか2つ、まあ、少なくとも1つは絶対いいことが含まれてるの。いろんな出来事は7つの要素についてそれぞれの性質を持ってること。その7つの要素のうち1つか2つは絶対分析したらいいことが起きてるはず。まあ0か100はないって言ったけど、それはね、脊椎動物どころか動物どころか植物ですらね、0か100はない。もう単細胞生物の世界から0か100になるのね。で、私たち多細胞生物って絶対0か100じゃないし、で、人間から出来事っていうのは7つの要素を全部持ってるはずやし、その7つの要素のうちの1つか2つの要素には絶対いい結果が出てるわけやから、なんかあんなことあったなと思っても、完璧に7つの要素とも全部ダメな数字が出たとかいうわけじゃないからね。数字の定義かってね、何についてどの点数を与えるかっていう定義かってね、そんな人間が決めてるわけやし、そんな個人で決めれるのよ本当に。ただ集団作るのにおいてね、便宜上みんなの数字の定義、その数字が一体何の点数を表すのか、その点数が一体どの状態を言ってるのか、こんなん全部合意やろ。でそういったものに関しては人災って考えたらいいやんか。その嫌なことがその数字にまつわっても、ね、科学的な数字っていうよりかそれ人事的な数字やろ。そんな考え方してみたいと思う。